と今からするのが、ダース整理っていうので、床の凹凸をなくすための作業です。で、そうですね、もう床をきれいに鳴らすために使う材料が、ダースシールドになって、まあ、コンクリート、セメントと同じ材料になったらいいと思います。ただそのガチガチにまで固まってしまうと元には戻れないよね。だからまだ多少粘り気があるなと思う程度ぐらいに水を再度入れてもらう分には大丈夫で、上からこうやって同じように練ってもらうとまた再度使ってますので、やっぱりこうやって普通のさっきのクロスのねパテや何やでやったらこの粒出ないけど、もう床のやつっていうのはすぐ時間が経ってしまって粒だけできてしまって、だから初めのうちにこの粒っていうのは潰しといてあげることじゃないとダマになって床を平らにできない。これ目に入ったりとかって危ないから、はい、もし目に入ったとか、なんかなんか普通に目洗うなりして、固まる前に、うん、いいように目洗ってください。はい。まあ、今の滑らかさで言ったらちょっと柔らかい感じなんやけれども、普通のツールのクロス用のパテに比べて、固まるスピードはすごく速い。ので、少し柔らかくしています。はい、これが仕上げ。